Good evening. I am Maya. I am making English subtitles for Japanese classic movies. Please subscribe to this channel, Cinema Japan Retrospective. Today's movie is Story of Yamaneko Tommy or Wildcat Tommy. あなたの子供を、あなたの弟を、あなたの妹を、もう一度見直してください。子供はあなたのものであると同時に国家のものです。子供を良くすることは国家を良くすること。子供を強くすることは国家を強くすることです。ところで、いろいろの事情から不幸にも歪められて、いわゆる不良になった子供があったとします。私たちは、保護者は、こういう子供にどんな目で、どんな心で接したらよいのでしょうか。国家は少年保護法という法律で、こういう子供を保護しております。そしてそれぞれの事情によって、あるいは矯正院へ入れたり、あるいは保護団体に託したりして、その校正にあらゆる努力を続けております。この事業の中心の機関が、少年審判所であります。お代理富を連れてきてくださんか。はまあ、おかげで。そうそう、さっくり。四つ木先生。先生も、奥様も。ああ、そうですか。いや、あなた身柄を受け取り初めて。はあ、なかなか、油断の隙もありませんよ。ここの門を出た途端に逃げ出した例もある。十分気をつけます。四つ木先生からいろいろお聞きになっているでしょうが、これから審判を始めますから、あなたに立ち会っていただきます。はい。ちょっと手がないといつも四つ木先生のご厄介になっているようですが、今度のも今本人と、保護者のおじ、いやおじといっても
真実の血縁じゃないですかね。小田切富16歳、現籍は、これはよろしい、父親は不明、7歳にして母親に死別、母親は女遊芸人、どんな経路を取ってか9つの春から曲馬団に入っておりますな。ここでその叔父というあなたは先祖と知り合いになったわけですが、保護者とは言うものの、実際はまあこれの食い物になっていたのでしょうな。芸人の足を洗ってから奉公に出たり工場に行ったり、随分と転々としていますが、いつも乱暴して飛び出しています。性質は強情、粗暴、そして放浪性もあるとあります。警察の厄介も7、8回、それから本年の9月8日荒川宅にて、叔父荒川千蔵と終戦業者坊と対談中、急に凶暴性を発揮して叔父その他を殴打し、出奔、放浪、警察に収容、まあそれからここに来たというわけなんですよね。警察でもこの取り調べ中にも一切口を引かないので、この調書を作るにも大変な苦心をしたらしいです。まあよくある例で、気に入らないと一月でも二月でも、口を引かないと。これからですな、先何を一番最初に、どんなことを言うか、つまりこの子のまあ第一声ですな、よく注意をして私に報告してくださらんか、いろいろと参考に。あそこが空いてるわ。あと海苔巻き嫌い？じゃあこれあげましょうね。あなたも飲む？あら。Thank you.
ここに女の子おりませんでした？門が見えるでしょ。あそこよ。あの森の向こうよ。本当はね、私あんたみたいな人でほっとしたの。私初めてなのよ。でも悪かったわ。ちょっといなくなったりするとすっかり慌てて、もうただもう悪い方にばかり考えてしまうの。道中は一切無言の行でしたか。あの黒川マサね、よく喋る子がいるでしょ。あの子がちょうどそうでしたな。ああ、この子はすぐ良くなる。一目見てわかる。どうした？まるであんたが逃げてって連れてこられたようだね。あ、ダメダメ、私が普段から言っとるでしょ。
環状病院に出すとすぐ娘たちに調べられる。わしにしてみたらあの子供たちをいい子にするのと同時にあんたにも立派ないい先生になってもらわなくちゃ、これ一生がかかってもね。やっと家に入りましたわ、うん、思ったより素直よ。どうもいろいろ手数かけました。ほらそれがいけない山田先生。何もあんたが手数かけたわけじゃないんだ。本当よ。しかしなんだね、この子のこの性凶暴だがね、ちょっとこれ見てごらん。もう親切そうに周りへ寄ってきたのは、何か下心のあった連中ばかりだとすればだ、凶暴は何よりの武器だったと言えるからね。そうですね、凶暴だったから、まあ今まで無事だったのかもしれませんね。うん、そうとも言える。だからそういう覚悟が原因して変に生きる自信を持ってるんだな。これはまあ小田切富だけじゃなくて他の子にも言えるがね。あ、みんなへの紹介は、うん、それは明日がいい。今夜ゆっくり寝さしてね。今のは久しぶりの風呂でのんびりしとるよ。あんたたちのお仲間入りをして働いたり勉強したりするお友達が一人増えた。さあみんなはいつものようにお互いにご挨拶しましょう。さあ小田切さん、ご挨拶しましょう。さあ小田切さん。先生が代わりに言おう、小田切富さん、小田切富さん。みんなお姉さんなんだから親切にいいね。我幸いにこうここに生まれ、子孫の恵みによりてこの麗しき職を置く、慎みて職の代を尋ねて旅の濃淡を問わず、慎みて食に感謝して品の多少を選ばず、いただきます。なぜいただきますって言わないんだよ。先生、この人いただきますと言いません。みんなだって初めはうまくできなかったぞ。いやそれよりは今朝お百姓さんをするんだったんでしょ。どっさり食べてどっさり働いて。おい山猫みたいなのどうしたい。山猫ってむっつりした目のギョロギョロした泥棒猫みたいなさ。あ、あらあら今ここにいたんだけど。
取ったのかしら。そうだわ、また飛ぶかもしれないわよ。今遊び時間じゃないんだよ。そうですわ、常に全精神を打ち込み勤労の精神を養い。あんたずいぶん失礼よ。大体あんたのそのギョロギョロした目玉は気に入らないのよ。ねえ、おい、人に物言われて寝てるやつなんか、起きたらどうだい。トンネルの中にね、2日もいたんだぜ。さあ、今度は3案目でガス。まあ、なんとまんずまずな、立派な妹っ子でかしたもんでかすな、こら。こんな立派な妹っ子も娘っ子がでかしたんでは、わすら百姓の身もが丸つぶれてかすな、まったく。それは私の指導方法がいいからよ。褒めてくれるのはいいがね、はい、寝方の方しっかり頼むよ。はい、それは娘たちの汗の塊だからな。ああ、まったくでかす。あ、おだにり、ちょっとおいで。どうかな、初めてのお百姓仕事うまくいっとるかな。あんまりうまくいきそうもないな。これ芋の売り上げだ、山田先生に渡してくれ。あ、ぬかん800でガス。山猫、おい、おだいり、おい、お前は言ったおしかい、全部かい。この学院には規則があるんだよ。私たちにちょっと挨拶したらどうだい。ちょいと、この人のビッグはね、伊達じゃないんだよ。親切にしてやらんのだ。山田先生があんまりひいきにするからだわ。ねえ、あんたが悪いのよ。どうしてみんなと口聞いてくれないの。いらっしゃい。院長先生に言われたでしょ。みんなはお姉さん、あんたは妹だから、あんたの方で仲良くしていかなくちゃ。先生だって困るのよ。まあ、なんて顔してんの。あんた手拭い持ってないの。じゃあこれ持ってらっしゃい。ね。ね。あんた先生嫌い？先生はあんた大好き。知ってるわね。袖口のところは丁寧にしなければダメですよ。日本糸でね、一番ほころびやすいところなんですからね。それから刺し目ですが、一マスの大きさは二寸。その二寸が狂うから
全体が歪んで随分不定裁なのがありますよ。そうそう、それから馬乗りは四寸五分、四寸五分ですよ。いつでも言ってることですけど、もう少し全体に寸法というものを大事にしなければダメ。何でも物事は基礎が大切。お裁縫で言えばその寸法が基礎でしょ。先生、じゃがいもと人参が切れましたけど。あ、そう、じゃあそれを売れて。はい。あ、そうそう、それからカレー粉はあったかしら。おい、お姉さん、今晩カレーライスか。そんなこと気にしないでどんどん仕事をしたらどう。まあこれじゃダメですわ。こんなもんじゃお金になりませんわ。お前腕がいいからたんまり貯金ができたってね。あんた出るって本当かい。お嫁行くんだって。まだ分かりませんわ。いいわね、分金高島だ。あたいなんか一生お嫁に行くもんか。もらい手がないから安心をし。いいえ、女は心がけ一つじゃないわ。先生に変えられなきゃ。先生にもよりけりよ。先生はあんたが大好き。出るわね。チッたんさんいいやったね。見てたから初めからやり直す。もうやらんのか。これは誰が作ったんだ。津村。はい、私たちでございます。じゃあこれはどこへ納めるんだった。ん、お松、軍隊です。そうだったな、うん、軍隊だったね。兵隊さんはこれを毎日使ってお国のためにご奉公をしてくださるんだ。それで私たちは精一杯の誠と喜びを持ってこれをこしらえておったんだ。それを投げたり壊したり。今日本は何をしとるんだ。あ、今日本は何をしとるのか忘れたのか。え、浅野。はい、戦争しています。そうだ、日本人という日本人は男も女も年寄りも子供も一人残らず戦争しとるんだ。よく考えてごらん。その戦争に参加しとらんのはお前たちだけじゃ。それを残念だと思わんのか。申し訳ないと思っとらんのか。お前たちだって日本人だ。心がけ一つでどんなにだってお国にご奉公ができる。一尺でも土を耕せ、それがお国のためだ。一針でも多く縫うんだ、それがお国のためになるんだ。お前たちが一日も早くいい子になってここを出ていく。そうして立派な社会人となり、お国にご奉公がしてくれるように。先生たちの頭の中はもうそのことでいっぱいなんだ。
私の責任なんです。あの子は私をかばおうとしてあんな騒動を引き起こしてしまったんです。いいじゃありませんか。そうだとしたらあの子は本当は悪い子じゃなかったって証拠じゃありませんか。今までは父も母もない、天にも地にも自分たった一人だ。それを守るために乱暴しとった。ところが今度は違う、今度は他人のために暴れました。これは大変な変化だな、大変な進歩だ。どうしてだと思います。それ不良だ、やれ乱暴だ、末恐ろしいと無責任に将来を予言されて、まるで野良猫扱いにされとった。あの子はお父さんを探しとった、お母さんを探しとった。本当の親切、真心を求めとった。それをあんたが与えてやった。あの子は自分を自分以外の人間が守ってくれるということを初めて知ったんだ。これはもうあの子とあんたとは気持ちの上ではもう他人じゃないという証拠だ。そうでしょうか。うん、そうだとすれば今あんたが動揺しちゃあの子はかわいそうだ。これはまあこれから大変だ。あの子はあんたが可愛がれば可愛がるほど他の子供たちは言うことを聞かなくなるだろう。あんたもそれは苦労もある、辛いこともある。しかしそれを押し切って頑張ってもらわなくちゃ。あの子のためにもね、思いますよ。
くね。どうしてあんた物言わないの？みんなあんたが悪いのよ。騒動のご本尊はみんなあんたでしょ。山田先生だってあんたが来る前はあんなじゃなかったわ。山田先生お気の毒だと思わない？急に歌わない人がいるんです。歌わなくてもいいんなら私も歌うの嫌です。そう、じゃあ今日はもう唱歌はやめにしましょう。弱いことで誰でもこの仕事に入って一番経験することなのよ。負けちゃダメ。それ見なさい、ゆうべわしがあんなに言ったでしょ。あんたに今泣かれちゃあの子は救われんよ。他のことはわしに任しとけ。あんたあの子を可愛がってやればいい。先生大変です。おだいぶさんが逃げました。あんたの責任ってわけじゃないのよ。
でも私が、ね、違いましたら。ああ、四辻です。駐在所ですか。あ、もしもし。え、またですか。承知しました。うん、すぐ手借りしましょう。え、16歳ぐらいで大柄の。ああ、大柄な、目の鋭い女の子ですね。あ、よろしい。先生はあんた大好き、知ってるわね。
びっくりした。まだ分かりませんでしょうか。ええ、でもこれだけ手配してあるんですから、そうあなたのように心配しなくたって大丈夫ですよ。
んに食えよ。いいよ、あんちゃん食えよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あたいが食べたんだよ。ごめんよ。あたい、本当にお腹が減ってたんだよ。あたい、ゆうべ、一晩中山の中にいたんだよ。どうなしたのか？滝つぼへ落ちたんだよ。カッパ座で迷ったんだぜ。いつだかもそれ、どこだろう、なんちゃんが。こんな風になって、うちさ来たことあったっけな、感じ。うんだ、うんだ。あんたち、おら、がまぐちもらったでや。おら、ないこうだった。ちゃうはなんだっけ。なんだっけ。うんだ、うんだ、なただでや。うんだ。死んだんだべか。あいや。寝てるんだでや。石の下にいるだ。じゃあお父さんが鉄砲撃ちに行ってる間いつも二人っきりなの？うん。お父さんそんな遠いとこ行くので、今度はいつ帰ってくるの？あらね、お米がなくならないうちには帰ってくるで。今度はお父ちゃん機関銃買ってくるんだと。ああ、鉄砲撃つって一体何取りに行くの？権次郎よ。権次郎って誰？おじいちゃんの熊で、とてもでけんだ。へえ。早くいい子にならなきゃダメだね。嵐のおかげでいい時にはたくさんできたな。それで何か手がかりがあったんですか？それがね、うん、鉄道関係も町の方へも全然立ち回った足跡がないんですよ。もう山へ行ったとしか思えん。まあ山、うん、だってあの嵐で、あんな子が山の中で大丈夫でしょうか？
味噌汁に入れるもの何か取ってこいや。うん、姉ちゃん、舞茸取りに行こう。舞茸。うん、行こう。父ちゃんがいねえと寂しいな。なんだ、馬だ。
これね。あたい乗れるよ。乗ってみな。あんたと違って山中なかなか見つかんないよ。最近村にちょいちょい盗難事件がありましてな。それがみんな米とか味噌とかおさいとかいわば食い物ばかりのかっぱらいなんです。ところがその犯人らしいものを見たという者の説によると、それが15、6の女の子らしいんですがな。おお、それ小田切富だとおっしゃるんですか。いや、そうは断言できませんが、もしそうだとしますと、今のうちに何とか処置せんと、捕まえてからすぐこちらへお渡しするというわけにはいかなくなりますのでね。申し訳ございません。私村へ、ね、先生。どう、駐在さん。すると犯人はやっぱり、四つ字学院の脱走者で決まってますか。そりゃお前、捕まえてみにゃ本当のことはわからんよ。しかし、そういうもんが村にいるってことは、はあ、枕高くして寝られねえもんな。んだ、まだ食い物のかっぱらのうちはいいと、火つけてもされたらえらいくんだ。へえ、その脱走者は、付け火の前科者だとか。いや、違う。お前らはすぐそういう根も葉もないことを言い出すからいかん。いや、でも、火つけぐらいするかやつかもわかんねえ。何しろ山猫って言うんだもんな。へえ、山猫。えって、どこさ隠れてるんだべ。すごく大事だったよ。なんと原作がヤブだったってやつはな、クマ見て一見もしゃもしゃ生やしてな、目玉ギョロギョロさして、えれえ怖いやつだって話だったかな。そんなことになったな。Oh!
話だった。それがなんとまあ15、6の女子だと。15、6の産んだ。おらは裏から蹴ってくったな。あそこのとこに誰かが黙っとしてしゃがんで何かゴソゴソやってんだもんな。ハッとしておら誰だって止まるとパーッと熱さ脱げた。ほら赤んぼそってねばまんずすぐにも引っ捕まえたんだだもんな。それで何に取られたんだ。それ聞くのうっかり忘れただが、なんだっけな。なんと、なんだっけな。ゆうやも、お前とこのそれ、金の茶釜盗まれてねえか、調べてみるよ。大丈夫だかな。何が。
はあ、はいって、やけ我慢するなで。バカこけ、負けもに負けるか。駐在さん、影も形も見えねえすか。その下にはあの向こうの沢だったな。だんだ、輪郭が見たっていうのは確かに地獄になったな。だども、本当にいるのかな。逃げちまったじゃねえだかな。姉ちゃん、どうしたんだ？お腹が減ったらね、これを食べんだよ。いいかい？分かったね。姉ちゃん、どこさ行くんだ？どこさ行くんだ？すぐ帰るから。本当だね、松次郎の小屋だもんな。本当、松次郎も子供もいねえ、どうしたんだべだ。山猫がさらったんじゃないか。山の方から逃げたぞ。なんだぞ。お前さん誰だね。Thank you.
すれば仏像黙ってるとこ見ると山猫だな。子供をどこさやった。逃げるぞ仏像。先生。